皆さんこんにちは。お部屋探しのハートサポートの岩木です。今回ご紹介するのは伊藤忠アーバンコミュニティ運営の学生会館。今回はクレビアビル武蔵小杉の建物の中を撮影してきました。ルームツアーを一緒にご覧いただきましょう。はい、その前にですね、8つの学生会館を順々にご紹介していきます。気になったですね、お部屋、気になった学生会館の箇所はスクリーンショットで撮影しておいてくださいませ。はい、こちら24時間有人管理や食事の提供、家具家電付きなど学生の安全安心と快適な生活を考えた学生専用のお住まい。館内で学生同士の交流を深めていただくために定期的にイベントを開催するなど、東京での初めての一人暮らしをサポートする伊藤忠アーバンコミュニティが運営する学生会館、東京スチューデントハウスシリーズ。こちらを仲介手数料0円、さらに当社経由でですね、ご成約いただいたお客様にはクオカード1万円分をプレゼントいたします。詳細はお部屋探しのハートサポートまでお気軽にお問い合わせくださいませ。なお合格前でもお申し込み可能です。賃料発生は4月からなので安心ですね。はい、それでは8つの学生会館のご紹介が終わりました。改めて申し上げます、今回はクレビアビル武蔵小杉のですね、建物を皆さんと一緒に見ていければと思います。はい、こちらが入り口の部分です。3月に入って国公立大学の合格者が続々と発表されています。伊藤忠アーバンコミュニティが運営する学生会館、東京スチューデントハウスを今回はご紹介中です。はい、学生会館の特徴はですね、一人暮らしとは違い、スタッフが常駐しています。体調不良の時など頼りになる人がいるのが特徴ですね。初めての一人暮らしでも安心サポートサービスで親御様のご不安を解消、学生の時しか経験できない学生会館ライフを楽しめそうです。はい、今ご覧いただいていますのはクレビアビル武蔵小杉のカフェテリア部分。はい、奥に進んでいきます。なおこちらのクレビアビル武蔵小杉はですね、住宅部分が390戸、多数の学生さんが入居しています。はい、奥で料理作ってますね。はい、なかなかですね、一人暮らしだと自炊をするのが難しかったりしますよね。コンビニ弁当や外食ばっかりになってしまうことも多いです。学生会館ではですね、こうやってあったかいご飯が出来たてが食べられるっていうのが非常に嬉しいですよね。はい、続いてはですね、この学生会館の特徴でもあります、朝食夕食がついている学生会館もございます。参考までに一部抜粋してご紹介いたします。はい、非常に美味しそうですね。はい、このようにですね、日替わりなんですね。魅力的です。はい、それでは学生会館のルームツアー映像、後半に続きます。皆さんこんにちは、岩木です。ご覧いただいているルームツアーのお部屋いかがでしょうか。詳細は概要欄に記載しておりますので、皆さんご覧くださいませ。それでは引き続き動画ご覧いただきましょう。はい、それでは気になるお部屋見ていきましょう。はい、専用部のですね、標準スペックとして机、椅子、ベッド、マットレス付き、クローゼット、エアコン、またシャワートイレ、お風呂、
シューズボックス、収納棚、Wi-Fi、有線利用も可能です。はい、武蔵小杉駅まで徒歩12分のこちらのクレビアビル武蔵小杉モデルルームの撮影です。はい、入居してすぐに使えるインターネット、無料貸し出し備品として掃除機、布団乾燥機、布団クリーナー、アイロン、アイロン台、ズボンプレッサーも貸し出し可能です。はい、このように充実したパブリックスペースだけではなく、プライベートも完全個室でバッチリ確保。引っ越し費用もですね、最小限で済み、入居したその日から快適な生活がスタートできるのが魅力的です。はい、またですね、学生会館ではコミュニケーションが自然と広がる多彩なイベントをご用意。さまざまな学校の学生や留学生と交流したり、ここがもう結構魅力的ですよね。入居者同士が自由に意見交換ができるなど、入居してすぐに自然とたくさんの仲間ができます。新入生歓迎会やハロウィンパーティー、クリスマスパーティーといったイベントも実施して、お住まいの学生会館の仲間との交流だけではなく、他の学生会館の学生とも交流することができますと。はい、またですね、こちらランドリーになっています。女性専用のランドリーもありますので、ご安心くださいませ。はい、こちらがマルチスペースですね。多目的室です。で、また2年次、3年次からのキャンパス移動の場合も会館変更が可能ですとのことです。詳細こちらもお問い合わせくださいませ。はい、クレビアビル武蔵小杉のですね、建物の中をご覧いただいています。続いてご覧いただきますのが、はい、こちらジムですね。フィットネスルームです。またこのようにですね、食堂、カフェテリアだけではなく、自炊できるところもあるんですね。はい、これだけ広いですね、キッチンを使える機会もなかなかないですから。はい、これもまた一つ魅力的ですね。大きい建物ならではの設備。はい、こういったものも使っていいですよというわけです。はい、友達と一緒に料理したりっていうのも4年間できる、いいですね。はい、こちら最後の部分、屋上です。一つ一つ学生会館によってですね、建物の設備であったりサービス、変わります。お問い合わせいただければ詳細についてご案内をさせていただきます。また各大学へのですね、アクセスについて、近いところはどこなんだろう、そういったところについてもですね、ご案内をさせていただきますので、お気軽にお問い合わせくださいませ。はい、今回は伊藤忠アーバンコミュニティが運営する学生会館東京スチューデントハウスをご紹介いたしました。それでは次回のルームツアー動画も皆様お楽しみにお待ちくださいませ。